はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。ただ翼です。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。今日は何の話かというと、ある言葉をご紹介してインプットとアウトプットについて皆さんと一緒に考えていければと思っています。である言葉は、経験を伝えるのに寛容であれ、経験を学ぶのに謙虚であれです。これはどんなインプットとアウトプットへの示唆を含んでいるでしょうか。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日はインプットとアウトプットについてです。皆さんは普段、インプットからアウトプット、特にアウトプットですね、どれぐらいされているでしょうか。お仕事でもそうですし、プライベートでも、例えば情報発信ですよね。ツイッターとか、さまざまなツールがあるので、何かしらアウトプットをされているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。で、今日ご紹介したい言葉が一つあるんですね。経験を伝えるのに寛容であれ、経験を学ぶのに謙虚であれです。で、この言葉は前半と後半に2つ分けることができるんですけれども、前半の経験を伝えるのに寛容であれ、これはアウトプットへの示唆があるなと思っています。で、後半はインプットですね。経験を学ぶのに謙虚であれ。で、ここからはじゃあ、前半と後半のアウトプットとインプットに分けて、それぞれどんな示唆があるかなというのをもう少し深く掘り下げてみていきましょう。まずはインプットからなので、言葉の順番は逆からになるんですけれども、後半の経験を学ぶのに謙虚であれ、ここからインプットに何が私たちは学べるかを見ていきましょう。で、経験を学ぶのに謙虚であれが教えてくれるのは、インプットのその心構えとして謙虚であること、素直な心になっているか、素直な目でインプットをしているか、この大切さを言っているというふうに考えました。で、インプットからあなたご自身の経験にして蓄積していくプロセスというのは、最初何から始まるかというと、気づきからだと思うんですね。で、この時に謙虚な姿勢になっているからです。先入観なくしっかりと見て観察をして知ることができるか。先入観があると、その色眼鏡をかけて見てしまうんですね。バイアスがあるというふうにも言えるんですけれども、そうすると気づきからの解釈が偏ってしまう。これをなくすためにも、謙虚であるか、インプットに対して謙虚であるかどうか、素直な姿勢、素直な目で見ているかどうか、ここがこの経験を学ぶのに謙虚であれという言葉から私は教えられたかなと思います。ではアウトプットについても見ていきましょう。経験を伝えるのに寛容であれです。で、ここからアウトプットへの示唆は何かというと、自分のあなたご自身の経験とか知識、あるいはスキルを積極的にオープンにして周りに伝えていこうというふうに捉えました。これは例えばお仕事で当てはめてみると、あなたご自身がされていた業務の内容によらず、そこから得た経験ですよね。あとは、どんな知見を得たのか、どんなスキルを持っているのか、やり方、メソッド、こういうものをしっかりと、自分の中で貯めておくだけではなくて、オープンにして社内の同僚、上司、あるいは他部署の関係者であっても周りに伝えていった方がいいんじゃないかというふうに考えます。で、一見するとお仕事の面では、特にあなたご自身が持つ知識とか専門スキルを人にもオープンにして公開するというのは、自分には不利益になるのではないかというふうに見えるかもしれません。なぜなら、それが誰もできないからこそ、あなたがしかできない希少性につながるからですよね。それだけあなたが出せる提供価値の源泉になっているものなんです。で、積極的にオープンにして他者、同僚だとか他の人たちも持ってしまえば、希少性がなくなってしまうので、これは自分をちょっと大げさに言うと首を絞めることにもなりかねないというふうに見えるかもしれません。で、しかし考え方にもよるんですけれども、むしろ逆の捉え方もしてもいいと思うんですね。積極的にオープンにすることによって、アウトプットをするメリットがより大きくなると考えるんです。で、ここからアウトプットのメリット、お仕事で周りに伝えるだけではなくて、普段のプライベートも含めた情報発信のメリットに一般化して、どんなアウトプットにはどんな
メリットがあるかについてもこう整理をしてみましょう。で、改めてじゃあ情報発信をするメリット、されている方もされていない方も少し考えてみたいんですけれども、積極的な情報発信をすることによるメリットって何があると思うでしょうか。いくつかあると思うんですよね。で、一つ目はそのアウトプットが続けていくことによって自然とできるようになっていきます。まあ、習慣、アウトプットの習慣化ですね。で、アウトプットの機会が増えるとどんなメリットがあるかというと、こうインプットへのアンテナが鋭くなる。まあ、インプットからアウトプットまでがこう何回もできるように、数が多くできるようになりますし、その速さですね、インプットからアウトプットまでのこうスパン、期間も速くなっていきます。で、2つ目のメリットはこう、アウトプットをする過程によってその考えていること、対象のものに対しての理解が深まります。まあ、理解が深まるだけではなくて新しい気づきが得られたり、自分にはこう何がまだ理解が足りていないのかという不足しているものも見えてきます。で、3つ目はこれは情報発信で特に、名前を出してされているケースに当てはまるんですけれども、その発信内容に自分がこうある程度責任を持つことになります。で、責任を持つというのは何につながるかというと、あなたご自身のこう記憶として強く残って、意識がされてよりこう記憶で鮮明に残っていきます。で、あと、最後メリットを挙げておくと、情報発信によってあなたご自身が周りに理解してもらえるというのがあります。情報発信をするということはそれだけあなたが何かしら関心を持っていることですし、お仕事の専門スキルや知見だとすると、あ、この人はこういうことをよく普段考えているんだとか、あ、ここが得意分野だなということをこう認識してもらえるんですね。まあ、そうすると、他の人から仕事が依頼されやすいといったようなことにもつながりますし、そこから自分を理解してもらえると次のコミュニケーションにつながる、こうしたメリットも積極的なアウトプット、情報発信にはあるのではないでしょうか。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。今回はインプットとアウトプットについて考えてきました。紹介した言葉もう一度最後に取り上げておくと、経験を伝えるのに寛容であれ、経験を学ぶのに謙虚であれ、アウトプットとインプットに対してそれぞれ示唆がありました。はい、このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで、今回のような内容で、あるいはマーケティングとか戦略等々のテーマをで毎日配信をしています。次回もぜひよければ聞いてみてください。またチャンネル登録をしてフォローいただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方はぜひチャンネル登録、フォローをよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。